はいどうもタクタクです。さあランディア EX、 みんなでカービィハンターズ Z リベンジやっていきたいと思います。まあ、前回ね不甲斐な結果でしたけども、もうさすがに勝てよと勝てんだろう、もういい加減勝てんだろう。ランディア装備、あのマジックビームが全然ね時間を止めることができなかったので、比較的攻撃が通りやすいこのパーティーで、これならもう確実に俺は勝てると思う。お約束いたします。はい、お約束いたしますので、これはもう絶対勝てると思うよ。でちょっとあんまりこうチャージ切りを多用しすぎないように攻めてみようかなと思います。今回は行動パターンも少しずつ分かってきたので、まずはちょっと左に寄る、でここでためをためる、はい、で打ってきたら、はい、ため切りを浴びせて飛んで切る切る、はい切る、あ来ないわ、これ一回この辺ためて、よいしょ、多分戻ってくるから上ぐらいによっ飛びつつチャージ切りをまた当てると、あーあれか、まあ突進してくるから貯めてすれ違いざまに切る、オッケー、いいよ早いよ、3分4秒、これ早いと思うよ。これちょっと当てていこう、上に飛ぼう、上に飛べ、よし当たった。で溜め切りをちょっと多用しすぎるのも良くないんで、真ん中で溜めてよっ、当てれるときは確実に当てていくけど、ちょっと自信のないときはね空中戦を選びつつ、あこういうときね、こういうときはちょっと空中戦を選んで戦おうかな。そしたら失敗してるけどね今ね、もう早速このタイミングかな、おやばい、火の矢を、はい、こいつはあれだな、攻撃してこないんだ、危なちょっとヒーリングしてくれ、ヒーラー仕事していっつもだよお前、解雇するぞ子供を見てるんやぞお前解雇とか言うな、よしほっ、ああ待って今やっぱりこれチャージ切りがダメなのかな、普通に、いやーちょっとやられすぎでしょうよ、誰か復活させてやるよ。そしてこれもう一回、ああこれか、あよしあった、今回はいいぞ、メテオを発動できたぞ、メテオ今回メテオ発動できる、いいよっ、久しぶりにやるとこれだもんな、 OK パーフェクト出せんわ、ドカーン、もう少しで倒すぞ、よ93,701、フレンドのメテオが強くなってるかな、でやー3人同時ではなかったね、2人同時ぐらいな感じで、ため切りもいいし楽勝でした、この装備なら楽勝なのか、おーなるほどね、まああくまでね装備ゲーだったということですね、これはね、やった3回目のチャレンジでやっと勝てたよ、あー鬼ランディア EX をクリアで17個、もうねあんまり感動もしなくなってしまったかあレア銃の装備まで買えるようになった、欲しいクレジットへ、あ終わったんだ、あ終わった、全クリやったー、これ飛ばそうか、でもスキップできるね、あでもちょっと見る、いやこれはみんなで楽しんでくれ、ちょっと俺はこれをスキップする、カービィたちの活躍によりついに平和を取り戻したプププキングダム、しかし穏やかな日々も長くは続かなかった、突如現れた次元の裂け目から新たなる侵略者が降り立った、仲間と共に世界を救え、カービィハンター、うん、うわアナザースージー、こんな裏ボスみたいな、いた、リンゴ120個、無理だよちょっとおいそんな展開知らなかったよ、そんな展開聞いていないよ、タクタクさん、リンゴ120個、どうしようまあここ積んでいけばね、買わなくてもいけるというのは分かりましたね、でもこれでね、うん、はいという感じで、まあ今回なんとか勝てたんですけども、
装備だけちょっと見ようか。何が手に入るのか。120個のジェムリンゴを、120個のジェムリンゴをね集めなきゃいけないからもうしばらく買えないんだけど、これだ、プラチナヒーローヘルムっていうのが一番上なんだ。なるほど。あれはこっちハンマーはプラチナヘビーウォーハマー、あ、プラチナ系なんだね。うお、ゴージャスプラチナヒールベールゴージャスだねこれね。こっちはあー、ご、何これ、ラスボスみたいだよこれ。あのいわゆるね、サッチーじゃねえわねえ、あの紅白に出てる人名前ど忘れたねえ、みたい。なんか普通の装備なのにこれだけはレアなかけらが必要なんだ、プラチナシリーズは。はあ、なるほど。武器は、武器みたい、武器プラチナヒーローソード。うわ、これだってすでに攻撃100でしょ。これ Z 強化したらどうなるんだ。ハンマーは、あープラチナ装備が今のところ一番上だと。これもっとクリアした、うわ綺麗、プラチナマジックロッド、いいな、プラチナマジックロッド。こっちまで我慢すればよかったな。いや結局さ、今これ買ったけどさ、今使ってないんだもの。失敗したよね。それならこっちだったよ、ヒーラーだったよ。失敗したー、ぜこれもうすごく失敗した、タクタクさん。そっかー、まあみんなこの動画をね多分見てるからね、もし課金をね検証しているという人はね、何買うかこれでね参考にしていただければなと思いますけど、おすすめはこのヒーローソードとヒーラーのあのねやつで、もう600円課金すれば多分すぐ生々しい話買えると思いますのでね、はい。もしかしたらちょっと、もうちょっとね、あの課金額が僕増えるかもしれませんが、次回、数字、挑んでみたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。ではまた！ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は、画面の下にあるおすすめ動画か、続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人は、チャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから、遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。